ラリベがちょっと遅れてる、これは清武幸輝、決定的な2点目がジェフユナイテッド千葉、後半のアディショナルタイムです。あそこの最初の多分くしびきだと思いますけど、彼がこうボールに行った時の入れ替わったところ今多分名古屋の選手たちはこの前ですけど、あそこの入れ替わったところがファールだったんじゃないかという話を多分今名古屋の選手たちは西村さんにしてると思うんですね。そこでごちゃってなった後に町田がこう後ろから拾っていったんですけど、最初くしびきの方が先に体を入れたように見えましたから、